ただいまよりビープラッツ株式会社2024年3月期第2四半期決算説明会を開催いたします藤田社長よろしくお願いいたしますえ皆さんこんにちはビープラッツ株式会社2024年3月期第2四半期決算説明をさせていただきますどうぞよろしくお願いいたします 本日の目次でございますが、2024年3月期第2四半期業績概要についてご説明させていただきます。その後に事業の業況についてご説明申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初に、2024年3月期第2四半期業績のハイライトでございます。決算の概要でございますが、直販営業に加え、販売パートナー経由の販売に注力してきたことが報告し、 導入企業が増加しておりますスポット収入ストック収入ともに増加し売上高は前年同期費プラス4,900万円111.6%の4億7,400万円と増収となりました一方主力製品である B プラ,プラットフォームエディションのバージョンアップに伴う通信インフラコストや減価償却費の増加人材投資に伴う労務費の増加により 営業利益は前年同期比マイナスの2100万円の2400万円と減益となりました。続きまして第二四半期業績指標の推移についてご説明申し上げます。売上高は前年同期比プラス4900万円11.6%の4億7400万円と引き続き順調に伸長しております。 2018年4月の上場以降過去最高を更新しております導入企業の増加や開発案件の企業によりストック収入及びス,トスポット収入が増加した一方で主力製品バージョンアップに伴う通信インフラコストや減価償却費の増加人材投資に伴う労務費の増加により経常利益は前年同期費マイナス1900万円の2500万円親会社株主に 帰属する市販基準利益は前年同期万万円の万円のとなりました下にこれまでの経過の売上高、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益の推移について、グラフにて示させていただいております。続きまして、売上高推移についてご説明申し上げます。 まず、ストック収入につきましてでございますが新規導入者数は増加が寄与し前年同期費プラス1800万円106.6%の2億9900万円と引き続き売上高の6割を超える大きな柱として貢献しております。スポット収入でございますがこちらは前年同期費プラス3000万円121.5%の1億7400万円と着実に増加しております。 既存導入先の開発案件などのアップセルもあり、開発を伴うスポット収入も引き続き、堅調に推移しております。下に売上高、スポット収入、ストック収入に分離しまして、グラフで示させていただいております。続きまして、第2四半期の導入状況についてご説明申し上げます。スポット受注件数は64件、こちら、前年同期比プラス22件となっております。 比較的大口の直販案件への取り組みに加え販売パートナー経由での受注も慎重し前期から開始した SBC&S 社との合弁事業による受注も着実に増加しております契約者数は前年同期比プラス26社114.4%の206社となりましたパートナー戦略に加えつながる機能である B プラスコネクトをはじめ改正電子帳簿保存法 及び的確請求書保存方法、インボイス制度などへの対応により、多様な顧客ニーズに対応した積極的な機能強化も着実に報告しております。下にスポット受注件数の推移、そして契約者数の推移を示させていただいております。第2四半期の連結損益計算書についてご説明申し上げます。先ほどと繰り返しになりますが、売上高4億7,400万円、売上総利益2億2,700万 営業利益2400万、経常利益2500万、親会社株主に帰属する市販基準利益は2600万というような損益計算書となっております。売上高でございますが、ストック収入が新規導入者数の増加により、前年同期比プラス1800万、106.6%と着実に増加しております。スポット収入は開発案件が堅調に推移し、 前年同期費プラス3000万円121.5%という結果になっております。売上減価でございますが、主力製品のバージョンアップに伴う通信インフラコストや減価償却費の増加、人材投資に伴う労務費の増加により、前年同期費プラス7300万円142.6%となっております。販管 <laughs> 費および一般管理費でございますが、適切な費用のコントロールを継続しており、 前年同期比マイナス200万円98.7%で推移しております連結貸借対照表についてご説明申し上げます資産の合計でございますが 16, 16億2千万円、えー、負債の合計ですが9億3千7百万円純資産でございますが6億8千3百万円と、えー、なっております流動資産の主な増加でございますが現預金の増加でございます固定資産につきましては 計画的かつ継続的なソフトウェア開発投資を推進しており、増加をしております。流動負債は1年内の返済予定の長期借入れ金の増加を示しております。固定負債は長期借入れ金の増加となっております。続きまして、第2四半期連結キャッシュフロー計算書についてご説明申し上げます。営業活動によるキャッシュフローでございますが、1億4800万円、投資活動によるキャッシュフローはマイナスの1億4900万円、 財務活動によるキャッシュフローは2億2200万円。現金及び現金同等物の増減額は2億2100万円。現金及び現金同等物の市販期末残高でございますが、こちら5億7100万円というふうになっております。続きまして、事業の状況についてご説明申し上げます。当社の事業の動向でございますが、B プラスプラットフォームエディションと 左上に書かさせていただいている製品が私どもの主力製品でございまして現在私どもの新規のお客様全てに対して B プラスプラットフォームエディションを提供させていただいております本年発表させていただいて4月から提供開始しておりますバージョン3というものを現在主力製品として提供させていただいておりさまざまな機能強化や 後に報告もございますが、電子消防保存法、改正電子消防保存法への対応や、インボイス制度への対応などを強化したようなバージョンを提供させていただいております。そして右側にあります B プラスコネクトというのは、B プラスプラットフォームエディションの一部機能となりますが、B プラットフォームエディションと B プラットフォームエディションをつなぐという機能でございまして、 事業者間の連携であったりとかそれからメーカー様と反社様といったような関係の中で B プラス同士をつないでいくということが実現できる機能でございましてスマートビルディングやスマートシステム視野に入れた協業のモデルを実現するものということになっております先ほど触れさせていただいた SBC&S アンソフトバンクさんグループ様との合弁の協業も流通会社である SBC&S アン様と 全国の IT の販売店を B プラスコネクトでつなぐことによって、えー、プラットフォーム化をしていこうというような事業を展開させていただいている非常に重要な機能ということになりますし当社の大きな差別化要因になっている機能ということになります被害者にあります B プラスハブでございますが <laughs> B プラスが収容されている環境クラウド上に環境がございますがこちらの、えー、高度化、えー それは環境の安定や監視の高度化やバージョンアップや運用に関わる時間や労力の圧縮といったような課題を解決すべく集中管理ツールを新しく B プラスハブとして開発しクラウド上のコンテナベースといわれている最新の技術を使った運用管理や自動化というものを進めております今後中期的にも計画しております B プラットフォームエディションを 多くのお客様に導入いただくときに必ず課題となってくる環境のバージョンアップやセキュリティの強化監視の強化などをこの B プラットフォーハブが賄うということの想定のもとに開発運用を開始させていただいておりますそして3年目を迎えますサブカンでございますが一般のお客様一般の企業ユーザー様の会社内で使われる ののののソリューーションの中でのサービスというがが役割どどんどん増えてきてきおりますそうなりますといろんなサービスの管理というのが新しい課題として生まれておりますが B プラットフォームエディションは販売側の立場の機能サブカン側は買う側の立場の方の管理機能ということで社内の s a ズ s サービスの管理をするためのツールとしてサブカンというものを提供させていただいております。 こちらもパートナー様との協議を進めておりまして NEC 様をはじめとするパートナーさんと販売展開をさせていただいているというものになっております一部先ほど触れさせていただきましたが主要なトピックスといたしまして本年4月に発表させていただきました当社の B プラッツは改正電子帳簿保存法それから適格請求書保存方式インボイス制度に対応させていただいておりましてこちらに対応したバージョン B プラットフォームエディション,、B、ーションバージョン3を提供を開始させていただいております。こちら、定約請求書保存方式は皆様ご存じのとおり、10月から施行されておりますし、改正電子消防保存法の有用期間がこの12月末で終わるということで、来年の1月から新しい改正電子消防保存法に皆さんが対応しなきゃいけないんですが、当社の B プラスをお使いのお客様に関しましては、 当社の基本機能でもそれらの制度に対応できますしさらに新書情報等を強化したい管理を強化したいという方にはタイムスタンプオプションであったりとか適税請求書の中で複数の税率の商品を扱うようなマーケットプレイスを展開される方には複数税率の管理ができるような機能などを含めてバージョン3で提供させていただいているということになります。そして本年度から 関係会社であります株式会社サブスクリプション総合研究所がこれまで啓蒙活動や事業のコンサルティング活動というのを中心に展開させていただいてきたんですが4月発表させていただきましてサブスクリプションビジネスを開始するときの支援サービスとしてサブスクスタートパックというものを提供開始させていただいております、まあ、現在中心は B プラツの導入をされるお客様を中心に ご説明展開させていただいているんですが、これまで以上にお客様のスタートの時点での事業のスタートの負荷を減らすために、当社側のノウハウをお客様に提供しようということで、導入支援的なパックを作らさせていただいて、展開をさせていただいているというものになります。より、B、プラススを順調ににタターートトしししてていいいいたただだくくととと新事業うことに 役立つ機能ということで提供させていただいているものとなります。先ほどの話とちょっと少し連携しますが、11月1日に発表させていただきました当社の B プラスプラットフォームエディション V3 がジーマ様が発表さ,される電子電子取引ソフト法的要件認証を取得させていただきました。ジーマ様とは公益社団法人日本文書を 情報マネジメント協会様の略でございまして、公的な機関として、IT のソリューションがこの改正電子帳簿保存法に適するかどうかという要件を検証されて認証されるものということになっておりますが、当社の B プラットフォーメーション V3 も、こちらの国税庁公認の第三者機関の GIMA 様の認証を取得ということになり、発表させていただいているということになります。 これまでも電子消防保存法の対応ということでご展開させていただいてきたんですがより第三者の公認の認証がされたということで当社の仕組みが分かりやすく対応しているということになるということで営業活動をより促進させていただこうということにつなげていこうと考えております。事業の内容でございますが私どもの市場背景について少しご説明申し上げます。当社の 事業の中心はサブスクリプションという新しい世の中の変革に伴ってのところに対する新しい仕組みということでビジネス展開をさせていただいておりますがこちらに記入させていただいている123というようなサブスクリプションの展開というのが世の中で起きております一番のところは昔からありますような紙で契約をして対面で人が契約をしてサービスを使って重量課金をされるという課金形態としては あのサブスクリプションとの一部というふうに言えますけれども、オンラインでの契約じゃなかったりとか、それからまあサービスの変更とかをオンラインでできなかったりというようなことで、まあリアルタイム性がないまあ固定的なサービスというような目線かなというふうに理解しております。2018年頃から急激に注目されているサブスクと言われているササブスクリプションのあの日本語的な分野でございますが、丸二のところでございますけれども。 1一の段階から比べますとスマートフォンを前提としてコン向ーー向けけ個人向けの市場から浸透ししてててきいいるという,ふうに認識しております音楽や動画のストリーミングサービスも含めた聞き放題見放題みたいなもののサービスも含めてゲームの使い放題そして s a ー s と言われているようなアプリケーションそれから SARS サービスと言われているものの 月額課金ののようなものが非常に大ききく浸透してきておりますそして私どものお客様である金斗様のように物のサブスクというものも広がってきておりまして自動車やタイヤやさまざまなものがサブスク化されてきているというのが現在の世の中というところになります。 そして私どもこの2番から3番に関わるところを推進させていただいておるんですけれどもこれからのサブスクリプションというふうに書かさせていただいてますがちょっとまさに現在起きているようなサブスクリプションの展開として IoT と言われている分野がクラウドとものが連携してそれらがサービス展開されていくというのがもう実現がもうリアルに。 お客様のところに商品が届いたりとか b t b の世界でも非常に IoT が活用されるというような時代が来ておりますまあ、こちらは皆さんご実家の通りだと思いますがそれに伴ってサービスの提供の仕方が物の販売やリースというだけではなくてそれにプラスそれをコントロールするアプリケーションやクラウドサービスを伴ってデータ量に合わせた 重量課金というものが必要になってきますのでモノプラスことということで固定費プラス重量課金のような複雑なビジネスモデルというのが始まっているという状況になります。そして先ほどの B プラスコネクトという部分で当社のサービス名のところでご紹介させていただきましたがサブスクサブスクリプション型のビジネスモデルが広がってきますとその事業に伴事業の周りにいらっしゃる販売店さんのような会社様も 同時にお客様に対するサービスをサブスクリプション化されたサービスを取り扱うというのが流れれとしてて生まれていまいすそうなりますとサブスクリプションのもとであるメーカーやサービス提供者会社と販売店様がつながって最終のお客様でつながる必要があるというような新しいニーズが出てきておりましてこれをエコシステムという形で実現するソリューションとして B プラッツというのの役割が大きくなってきているということになります。 そしてさらにはこれまで単体で業種業界の方が自分のソリューションをサブスク化するという商品をサブスク化するという流れから今後はそのサブスク化されたものをいかにこうまとめてソリューション化して一箇所でワンストップでお客様に提供するかというようなニーズが増えてまいりますのでこちらにも当社のマーケットプレイス機能やそれからつながる機能というのを組み合わせた 利用方法によってスマートまるというものが実現してくるということを目指して当社の活動を進めさせていただいております。これらの機能というのは複雑な管理を複雑な立場の方々ポジションの方々の機能として提供するという一般的には非常に複雑な仕組みというものを提供させていただいておりましてそれらを実現可能にした B プラスというものの評価が ここれままで以上に重要性が高まってきてきいるということうをただ B プラス単体で B プラス単体でご活用いただくということはもちろん可能でございましてある事業者様が自分の商品をサブスクを管理するために使いたいストアフロントを作りたいという時には B プラスを1人でお使いいただくことになるんですけれども。 B プラツを自社の販売パートナー様や仕入れ先さんとつなぐということが実現可能になっておりますそして B プラツコネクトによって全く業種業界を異なる会社様とコネクトすることができるというのが B プラツコネクトそして B プラツのビジネスモデルというふうに考えていただければと思います。 私どもの B プラスの製品コンセプトについて改めてご説明申し上げたいというふうに思っております。まあ、当社あの左側の表のようになっている部分でございますが、まあ、他社様のサブスク管理ツールというのが一般的に管理機能と言われているバックオフィスで使う機能を主にお持ちの会社さんご提供されている会社さんがございますが、まあ、当社の先ほどのビジネスモデルの思考のとおりお客様といかに接点を持つかということがサブスクリプションの 中心でですよとということでオレンジ色の部分にあたるマーケットプレイスやマイページと言われている何の契約をして何の請求を今月請求されているのかということを分かりやすく証明するというのを重要視させていただいております。でこちらのの機能を個の商品を あの一個の課金モデルで実現するというのはまあ発想としてはできると思うんですけれどもさまざまな商材のさまざまなルールに合わせたものを一つのマーケットプレイスで売る、まあ、ちょっと具体的に申し上げますと売り切りの商品もあれば年額の商品もあるし月額の商品もあるし重量課金の商品もあるであったりとか。 それらが組み合わさった商品もあったりしますけれどもこれらをワンストップで提供できるというものを一つのマーケットプレイスで実現するということを実現させていただいているというのが当社の強みになっております。でこれまでもあの当社あのデザインとかもブランディングを変えていただいて自由にできますよというのが売りでございましたが、えー、画面キャプチャーを少し貼らさせていただいているようにデザインの部分だけを変更することによって、えー マーケットプレイス型のモデルが簡単にできたりとかコーポレートサイトっぽいものをデザインしていただくことによってその中で B プラッツを実現して B プラッツ上でこれデザインが変えられるんですけれどもできたりとかスマートフォンで見ていただいたりということも簡単にできるようになっております。でこの辺のの辺デザインのパックととかかかも、も、えー、自社社ではなかなか難しい,という会社さんもあの 出てまいりましたので、先ほど申し上げましたサブスク総件のサブスクスタートパックの方で、もう少し踏み込んでお客様のやりたいことを実現するというサービスを加えて、より機能だけではなくて使いやすいサービスにさせていただいているということになります。さらにはこの緑色の左に戻っていただいて緑色の矢印の部分ですけれども、単体でお客様とつながるということだけではなくて、もう一般的に メーカーカさんそれから仕入れれ元さんそれから販売店さんでユーザーさんというのが特に B2B の世界ではありますけれどもこれらの省流と言われているものを実現し得る機能として B プラスコネクトというものを提供させていただいているということでございまして、まあ、他の価値さんの,そのサブスクを課金の体系を管理するというだけではなくてもう少しダイナミックに。 お客様の事業モデル自体を新しいそういう月額とかお客様のつながり方を変えていくという思考で B プラッツは展開させていただいているというところでございます昨日のところでございますが B プラッツプラットフォームエディションバージョンさんの豊富な機能を一元化して示させていただいているものになります ブルーの部分でございますがグリーンの上の部分が基本機能としてすべてのプランに対してご提供させていただいている基本機能というところでございますピンクのニューって書いてあるところに電子帳簿保存法対応というのを書かさせていただいていると思いますがこちら提供させていただいているというものになりますブルーのグリーンの隔てて下の方に書いてあるのが追加オプション機能ということでございまして様々な 機能を優勝オプションとして必要になった時にお客様が追加でご契約いただける機能ということで開発を続けているものになります。でこのタイミングで V3 で出させていただいたのがタイムスタンプの機能であったりとか複数税率の機能ということになります。タタイムスタンプはあの 認定されている企業様のタイムスタンプ機能と当社の B プラスが連携しておりまして当社の B プラス上で作られる見積書や注文書契約書といったような PDF の書面が発行される自動で発行されるわけですけれどもその発行タイミングが全てタイムスタンプがつくというようなことが実現できるというようなものになっております。 そして右側のオレンジ色の部分でございますが上にあるのがマーケットプレイスの機能そして下にあるのがマイページの機能ということでマイページの方に適格請求書インボイス制度というふうに書かさせていただいてますがインボイス制度に合わせた請求書の方に当社の仕組み自体を変えさせていただいているというのがこのバージョン3の大きな変更点ということになっておりますホームページ等で公開させていただいておりますが B プラスコネクト特別版というものはちょっと特別版としてあるんですがブルーの部分でございますライト版プロフェッショナル版エンタープライズ版という大きなこの3つをご提供させていただいておりましてライト版は少しまああの日をかけずにサブスクリプションを始めたいというお客様向けということで提供させていただいております主なメインのターゲットとしましてはステージ3と書かさせていただいているプロフェッショナル版を私どもの 主力のお客様に対しては提供させていただいておりまして、まあ、こちらメインのところでいきますと先ほどありましたさまざまなオプションを自由に選択して付けられるというような機能になってますのでより高度な事業モデルに対して実現ができるというものになっております。でエンターププラライズ版といううののは自社社ス販売店店さんのような会社様に代理店も モデルの B プラスをこう配れるようなライセンスが少し付加されたようなものというのをご提供させていただいているというようなものになっておりますまあ、こちらもステージ2からステージ3といったようなバージョンアップというのを差額だけでこうバージョンアップができるようになってますので当社のビジネスモデルとしては小さくご導入いただいた会社さんも必要な事業の スケールアップによってステージ3ステージ4に行っていただいたりとかそれに合わせて優勝オプションを追加でつけていただくということによって顧客1社当たりの利用の促進を進めて私どもからすると顧客単価が上がっていくというような収益モデルが拡大していくというモデルを展開させていただいているということになります。 何例か事業のモデルについてご説明申し上げますがこちら SBC&S 様ソフトバンクグループ様と使わさせていただいた合弁会社 IT プレイス株式会社ということになるんですけれどもこちら IT 流通会社である SBC&S 様とそれから IT プレイスはソフトバンクさんと販売,販売契約があるいわゆる代理店様 IT の代理店様というのは全国に多数いらっしゃるわけですが。 そちらの IT 販売会社様システムインテグレーション様に IT プレス様を経由して B プラスの応援版をご提供させていただいてまして実際にはその先にいらっしゃる利用者法人企業様の SARS の利用を各社様のマーケットプレスを通じて販売管理をしていこうというものになりましてこれは実現することによって s a a s ベンダーさんと法人企業様がつながるということが実現できるようになるというビジネスモデルを構築しております。 現在日本の企業様会社内で使われている SARS が8.5ぐらいな数というふうに平均値で報告されているようなデータが出てるんですけれどもアメリカではもう数十の SARS を各社が使っているというような平均値も出てまして日本企業でもこれからますます会社内で使われる SARS サービスの数が増えてくるということになりますので社員数の増減とか その入社のタイミング退職のタイミングとかで s a ズ s の申し込みであったりとか s a ズ s の解約であったりとかっていう手間が顧客側にもかかりますし販売店側にもかかってくるという部分を当社のプラットフォームを通して自動化をしていこうというような動きをとっておるというようなモデルになります。そしてもう一つは 当社のビジネスモデルをうまくご活用いただいているビジネスモデルの例になりますけれどもさまざまなサブスク事業者様の商材をマーケットプレイス事業者様がこう取りまとめて店舗や販売店というまあオフラインの 拠点を通じてお客様に提供させていただいたりとかスマホのアプリを通してオンラインで提供するいわゆるオフラインとオンラインを融合したようなビジネスモデルというものも当社のプラットフォームで活用して実現させていただいているというような形になっております。そししししててて当社がが新しい市場として取りりり組みを始めておまますののサブスクリプションの中でも、まあ、先ほどありました 1> 第1段階から第3段階の第1段階であった電力とか電気と言われている部分も新しい形で再生エネルギーの分野等々になりますと蓄電池と新しい電力の供給元であったりとか複数の電力供給元からの料金の計算であったりとか。 プラス LED のライトであったりとかそれらをマネージするアプリケーションとか SARS としてのエネルギーマネージメントソリューションなどがまとめて提供されてくるような時代というのが徐々に現実味を増しててきたかなという,ふうに思っております。まあ、こういう流れの中でサービスが持続的に続くためには。 売り切りではなくて継続的なサービスということが望まれますので考え方としてサーキュラーエコノミーであったりとかサブス課金の体系としてはサブスクリプションという考え方が取り入れられているということで、まあ、これはヨーロッパからそういう流れが来てるんですけれども日本でもいよいよ再生可能エネルギーに対しての取り組みというのがいろんな地域で始まっておりまして、まあ、当社は今 こちら発表させて頂い,いておりますが北九州市様のル会社様のとと一緒に実証実証験なども展開させてていいいただいているということになります、まあ、こういう新しい時代の流れの中でもサブスクリプションというキーワードが言葉として入るかどうかというのはありますけれども実際にはサブスクリプションの考え方というのが課金体系の中に入ってきているという状況でございますので当社 B プラッツの活動領域というのはさらに拡大してくるものと して取り組んででおるとといいうところでございます当社 B プラッツというソリューションを最終的にはお客様に提供するということで SARS として提供しているところでございますが先ほどちょっと申し上げたサブスクリプション総合研究所という当社関係会社とともにサービスを提供しておりましてサブスク個別市場塾といったようないわゆる啓蒙やコンサルテーションに近いような部分から始まって 今,回今年から今年度から発表させていただいたスタートパックによって導入の支援そして B プラスのソリューションということを提供させていただくことによって当社サブスクリプションのプロフェッショナル集団として初めからこう事業のスタートそして事業の運営までご一緒させていただくということを提案させていただいているというところまで品ぞえが揃ってきたということになっております。当社のの収益拡大のイメージでございますが 本日のご報告の中にもありましたスポット収入という言葉とストック収入ということがございますが点線を挟んでスポット収入とストック収入の主な要素についてご説明させていただいておる資料になりますスポット収入というのは基本的に私どものサービスを導入していただくときに初期費用という形でご選択いただいたものに対しての 費用とということになりますですのでプランに対しての初期費用もございますし一部検証をしていただくような編集環境も優勝の検証環境というものを提供することもございますし初期費用とともに初期の開発を一部受け負うこともございますので開発費などというものはスポット費用ということでスポット収益という形で当社の収益に貢献しているということになります。そしてごご導入いいいたただ後は右側のののブルー部部分分でございますが基本費用の部分と それから先ほどちょっとご説明申し上げたオプションの固定費の部分というのが継続的に私どもの収益が積み上がっていくというモデルになっております。そして固定費プラス月額の使用料という オレンジの部分でございますがこちらはお客様のビジネスの拡大に応じて当社の収益も拡大するというプランを一緒にご提示させていただいてますので事業が拡大すると,とともにオレンジが拡大してくるというようなビジネスモデルを作らさせていただいております。そししし、て先ほどどかららちちょっと繰りり返にになりますけれども、お客様のの事業が拡大しさらにうちのプランを、 上のプランに変えていただくであったりとか今回の伝承法のような時に私どもが新たに提示させていただく新たなオプションを追加して導入いただくことによって月額の費用も追加オプション分が増額してくるというようなビジネスモデルになっておりますので事業の拡大や私どもの開発によって新しく出されている機能がお客様のビジネスに寄与する部分がどんどんこう 収益のととととこころににも付加さされてててくるるいいいいいうよううよなな展開をさせていただいているモデル実は事業系統図でございますが当社主に上段にありますように直販と言われている直接当社の営業マンがお客様に提供させていただいているケースそして下段にありますように当社の販売パートナー様経由で展開させていただいているケースというこの2個のパターンということになります。 右の方に販売パートナー様のお名前を書かさせていただいているということでございます。最後に会社外況でございますがこちら特に大きな変更はなく事業させていただいております。そしてこちらサブスク総研の方では啓蒙活動としていろいろな啓蒙書類というかパンフレットなどを作らせていただいているんですが最近ではこの SBC アンデスさん IT プレス様の特別号というのを発行させていただくなどをさせていただいております。 そしてウェブ上では管理会計学会様と2年間サブスクリプションの学術的な面からの研究というのをご一緒させていただいておりまして新しくサブスクリプションの管理会計学会様版というのを発表させていただいているということもホームページ上では公開させていただいているというものになります。少し長くなりましたが第2四半期のご報告とそれから会社の事業の業況についてのご説明となります。 ありがとうございました最後に社長の藤田よりご挨拶がございます藤田社長お願いいたしますはい、えー、本日はありがとうございましたまあ、当社あのー、サブスクリプションのプラットフォームシステムを専門的に開発して提供させていただいている会社としてまあ、現在世の中でも話題になっているインボイス制度であったりとか 改正電子消防保存法に的確に対応させていただいたシステムを提供しているということでまあお客様への満足度も高めさせていただくような活動を継続的に実行させていただいておりますそしてあの2月に合弁契約をさせていただいて進めさせていただいているソフトバンクグループ様との新しい事業というものも着実に進捗しておりますので引き続き当社のプラットフォームが世の中の 役に立つように活動させていただきたいというふうに考えております日頃より当社をご支援ご指導いただいておりましてありがとうございます引き続きどうぞよろしくお願いいたします本日はどうもありがとうございました